ルーベンスによる模写。ストックホルム、スウェーデン国立美術館所蔵。ルーベンスによる、ヴィーナスの共演。ウィーン、美術史美術館所蔵。ヴィーナスへの封建は、イタリアルネサンス期のベネツィア派の巨匠、キツアーノベチェンリオが1518年から1519年頃に制作した神話画である。油彩。古代ギリシアの著述家フィロストラトスが、 イコネスの中で述べている65の芸術作品の一つを描いたもので、フェラーラ公爵アルフォンソ一世デステの書斎を飾るために制作された。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。また17世紀のピーテル・パウル・ルーベンスによる本作品の模写と同じ主題を扱った作品が知られている。アルフォンソ一世デステは、 エステ城と館とをつなぐ連絡翼の2階に位置する縦長の部屋、カメリーのダラバストロを書斎として用いたが、この部屋を姉のイザベラデステの書斎を真似て絵画を飾ることを企画した。これを神話画の連作としたのは、室内装飾を計画したラファイロ・サンツオのアイデアである。本作品は、その第一作として、フラバル・トロメオに発注されたもので、 前年の10月に死去したフラバルトロメオが残した本作品に関するスケッチと指示がティツィアーノに届けられたことで制作が開始された。またティツィアーノは本作品に続いて、傑作、バッカスとアリアドネ、アンドロス島のバッカス祭をも制作した。ティツィアーノの3作品のうち、ビーナスへの封建とアンドロス島のバッカス祭は、ピロストラトスのエーコネスを転居としており、 バッカスとアリアドネはカトゥレスのカルミナヤ・オウィディウスの変身物語を転挙としている。本作品の転挙であるエーコネスは著者が登竜したナポリの邸宅で見た絵画作品を一つ一つ解説していくというエクフラシス作品であり、直接の着想源となっているのは第六章エロスたちである。そこで語られている絵画作品は次のようなものである。 広大なリンゴ園の中に花砲が空洞になっている岩があり、そこから泉が湧き出ている。泉の水は水路で引かれてリンゴ園の木々を潤している。妊婦たちは泉が湧き出る場所にアプロディテの神殿を建て、女神の名前を刻んだ銀の鏡や金のサンダル、ブローチといったものを奉納している。またリンゴが収穫時期を迎えると周囲からたくさんのエロスたちが集まってきて、 騒ぎを起こしながらも、リンゴの初物を枝からちぎって、籠に集め、女神に奉納して、果樹園の繁栄を祈る。ピロストラトスはエロスたちは、妊婦の子供たちであり、彼らがたくさんいるのは、人の愛の数だけエロスたちも存在するからだと、語っている。リンゴ園の木には、並木となってまっすぐに並び、寝転がるにはちょうどいい柔らかい草原が広がっている。草の上には、 エロスの衣服が散らばり、草は花を咲かせ、リンゴの木には黄金や赤や黄色の実をたくさんつけている。エロスたちは背中のヤツツを木の枝にかけているので、自らの翼で飛んで高所にあるリンゴも軽々と集めている。彼らの髪は美しく、翼は青、紫、あるいは金色で、それぞれが羽ばたくたびに大気を打つ楽器のような妙なる音を奏でている。 エロスたちは踊り、駆け回り、眠り、あるいはリンゴを食べている。ある者は、友愛の証として、リンゴの実を投げ合い、あるいは弓矢の練習をして、互いの胸に矢をやっている。ある者はレスリングをして、相手にのしかかって、喉を締めて苦しめているが、エロスは降参せずに、相手の指をねじっているので、喉を締めながら、さらにエロスの耳に噛みついている。 またあるものはアプロディテに捧げるためにウサギを生きたまま捕らえようとしている。これに関連してピロストラトスはウサギがビーナスへの捧げ物に適した動物であるとも語っている。フラバルトロメオによる準備装備をウフィツェ美術館所蔵本作品は1648年にカルロ・リドルフィが指摘しているようにエーコネスをもとに古代芸術を復活させようとした。 キツヤーノの試みの一つである。ティツヤーノは、フラバルトロメオが残した構想から、ビーナス像や鏡を奉納する妊婦のイメージなど、アイデアの多くを拾い上げた。しかしその一方で、フラバルトロメオが、画面の中央にビーナス像を置いた三角形の構図を放棄している。そしてビーナス像と妊婦たちを画面右に移動させ、絵画の焦点をエロスたちの描写に移し、 背景をより強調した。そこには、キツィアーノとフィレンツェ風のシンメトリーを好む、フラバルトロメオとの違いが現れていると言えるが、それ以上に一連の絵画をアルフォンソデステの書斎に飾った、際のトータルコーディネートを考えた上での変更であったことが、1518年4月にアルフォンソデステに宛てたキツィアーノの手紙から伺える。2003年に、 ロンドンで行われた書斎の再現では本作品は右側の壁に飾られることが提案されたが、そのことは風景の消失点や人物が画面の右に位置している構図によって示唆されている。リンゴを受け取ろうと身構えるエロスと、その後ろに弓矢の練習で自らの胸を敵にするエロスが描かれている。リツアーノはエイコネスの記述をかなり正確に描いている。画面右に、 泉の湧き出る岩があって、その上にアプロディテの心臓が立ち、妊婦たちは心臓に鏡を奉納しようとしている。画面には驚くほど多くのエロスたちが描かれている。その多くは青色の翼を持っているが、それ以外にも紫や金色、あるいは赤い色の翼を持った者も,もおり、空を飛びながらリンゴの実を集めている者も,もいれば、集めた実を奉納しようとしている者も,もいる。 彼らの多くは、柔らかな草の上で騒ぎを繰り広げており、その様子は、エイコネスの記述を参照することで理解することができる。一番手前に衣服を挟んで描かれている二人の、エロスはリンゴを投げ合っていると語られているエロスたちで、あり、一方はリンゴを受け取るために身構え、もう一方はリンゴを投げるために拾うとしている。そのすぐ後ろで弓矢を構えているエロスと怯えるかの、 ように両手を上げているエロスは、実際は、弓矢の練習をしているのだとわかる。またさらにその後ろで背後から一人のエロスが、抱きついているように見えるのはレスリングをしていると、語られている者たちであり、一見キスしているように見えるが耳に噛みついている。なお、ビーナス像は、アクイレイヤの総主教、ジョバンニ・ニグリマーニのコレクションとして、当時のベネツィアにあったであろう、ビーナス・セレステに由来し、 エロスたちについても現在、ベネツィア国立考古博物館に所蔵されているクピドの彫刻から派生したと考えられている。ティツィアーノがアルフォンソ一世、デステのために制作した3作品は、高台の画家たちによって、繰り返し模写され、バロック絵画に影響を与えた。有名な例としてまず、パドバニーノが挙げられる。彼は、絵画がイタリアを離れる前に3作品のほぼ、 原寸大の模写を残しており、これらは現在ベルガモのアッカデミアカラーラに所蔵されている。最も有名な模写はピーテル・パウル・ルーベンスによって描かれた。本作品とアンドロス島のバッカスの模写は現在ストックホルムのスウェーデン国立美術館に所蔵されている。さらにルーベンスは1636年から1637年頃、本作品と同じ主題で絵画を制作している。 また1637年には、ローマで、ジョバンニ・アンドレア・ポデスタの、ホリータによって印刷されている。その後もグイドレーに、ニコラプスさん、ベラスケスラによって模写された。プラド美術館での展示風景。左の壁に、ダナエ、中央に本作品と、アンドロス島のバッカス祭、右の壁に、ビーナスとアドニス。1598年に、アルフォンソ2世、デステの死によって、 エステ家の直系の子孫が途絶えた後、フェラーラは強行領に併合され、アルフォンソ一世、デステの書斎に由来する絵画も、ピエトロ・アルドブランディーニ・スー教によって募集され、アルドブランディーニ家のコレクションとして、ローマに送られた。その後、三作品のうち、バッカスとアリアドネは、アルドブランディーニ家が所有し続けたが、 ビーナスへの封建とアンドロス島のバッカス祭は1621年にルドビーコルドビーシスーキ教の手に渡った。ルドビーコは優れた絵画のコレクターであり、キツヤーノの他にもベロネーゼ、ヤコポバッサーのジョバンニベリーに、ドッソドシ、グエルチーノ、グイドレーニ、ドメニキーノといった画家の作品を所蔵していた。ルドビーコの死後、絵画は彼の兄弟のピオンビーノ子を。 ニコロルドビージが所有し、1637年にナポリ副王マニュエルでアセベドイスニガを通じてスペインのフェリペ四世に本作品とアンドロス島のバッカス祭を贈った。ドメニキーノはイタリアから両作品が失われることを嘆いたと伝えられている。スペインでは1666年からマドリードのアルカサルで飾られ、 アルカサスが火事で全焼した1734年から1776年まで、ブエンレティーロ宮殿に飾られた後、1821年に、プラド美術館に所蔵された。現在、エステ城では、アルフォンソデステの書斎、カメリーのダラバストロが再現されており、絵画は数のように配置されている。このうち右側の壁に掛けられたのは、左から順に、アンドロス島のバッカス祭。 ジョバンニ・ベリーに、神々の共演、ビーナスへの封建であり、本作品は、壁の右端に配置されている。バッカスとアリアドネ及びドスソドシの、バッカス祭は、出入口横の壁に配置されている。ティツヤーノ、バッカスとアリアドネティツヤーノ、アンドロス島のバッカス祭、ジョバンニ・ベリーに、神々の共演、ティツヤーノ、ビーナスへの封建ドスソドシ、バッカス祭、ありがとうございます。